皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。本日もよろしくお願いいたします。この番組は、みんなとつながる広がるをテーマにですね、青森県の津軽からお届けしております。私は青森県に今、住んでおりまして、出身も、育ちも青森県の津軽地方というところにおりましてですね、宜野湾の皆様には、収録という形で、ラジオをお届けしております。はい。今日はですね、7月の、21ですね。はい。もう梅雨明け、したのかな。ちょっと収録時点ではまだしてないですけどね、沖縄してるのか。だいぶ暑くなってますね。やっぱり、蒸し暑いですね。まあこの後ね、もっと暑い日が来ると思うと、まだマシかなっていう。で、夜は結構涼しくて、15度ぐらいまで下がった日も出たりしてましてですね。だいぶ寝やすいですね。ここ数日間は寝やすかったですね。こんなに寝やすい日々がずっと続けばいいのにっていうふうに思ってますね。やっぱ日中は暑いんでね、青森といえども。まあ、とはいえ、沖縄の皆さんとか、まあ、関東地方の皆さんとかですね、他の地方に比べると、まだまだ、涼しいと言ってもらえるような気温なのでね、あまり、うだうだ言ってはいけないとは思うんですが、はい。7月のね、もう末になってきてて、我々青森県はですね、8月の1日から7日のあたりに向けて、お祭りが結構多く開催される時期に突入してまいります。東北のね、東北地方各県で大体同じ時期ですね、8月の上旬となると、ご当地のお祭りが、催されるという時期なんですけど、ちょうどこの時期、7月のね、この時期っていうのは、その8月上旬のですね、祭りの本番に向けて、いろんな準備をしている、時期でもございまして、私が住んでる弘前っていうところはですね、弘前ねぷた祭り、弘前ねぷた祭りですね、っていうのが開催されます。8月の1日から7日まで、毎年同じ日付ですね、1日から7日まで、開催されるんですが、皆さんよく知って、ね、お聞きになる、あの、青森といえば、こう、ねぶたですね。ねぶた祭りと、いうものと、まあ、ねぶた祭りという私、弘前、の祭りはですね、実は、ちょっと名前が似ているんですが、ちょっと中身が違うお祭りになっておりましてですね、まあ、ねぶたとねぶた、皆さんがご想像されていらっしゃるのは、青森県の青森市にあるねぶた祭り、まあ、濁る方ですね、武者絵のね、こう、人形みたいな感じのがね、こう台座に乗せられて、くるくる回って、羽人と呼ばれる人が、狂気乱舞みたいなね、そんな感じで、すごい勢いのあるお祭りですよね。あれがまあ、全国的に有名なねぶた祭り、青森市で、我々弘前はねぶた祭りということで、ちょっとですね、こう出てくる、そういう出汁みたいな、人形のね、こう乗ってる出汁も姿形から違うということもそうですし、あとは太鼓のね、叩き方、あと笛、お囃子ですね、お囃子の、まあ、音色、メロディーも違いますということでして、本当全く全然違う祭りなんですね。まあ、やっぱり青森のね、青森市のねぶたが、非常に世界的にも有名ということで、もうそういうふうな、こう、なかなか我々のねぶた祭りっていうのはですね、知ってる方は知ってくださってるんですけども、なかなか全国的な知名度となるとまだといったところなんですが、弘前のですね、そのねぶた祭りの、まあ、練習ですね、まあ、
お囃子の練習とかね、太鼓を叩く練習とか、そういうものがですね、今現在取り行われている時期なんですよ。ですのでですね、だいたいまあ夕方ぐらいですかね、まあ5時過ぎ、6時くらいからなると、お仕事帰りの皆さんとか、あとは学校帰りの皆さんがですね、集まって、お囃子の練習をする、太鼓の練習をするっていうのが、弘前のいろんな各所から、流れてくるんです、メロディーがね、で僕らはそれを聞いてると、あーなんかお祭り始まるなーっていうのをですね、あと7月だなーっていうのを感じ取ると、まあちょっとした風物詩になってる感じですかね。ですので、今毎日のようにですね、ちょっとどこからともなくお囃子の音色、太鼓の音、聞こえてくる、そんな弘前市内になっております。祭り本番はね、8月の1日からですので、その手前でね、7月31日ぐらいにはその団体がですね、まあちょっと特徴的なのは、弘前の場合は町内会とかね、町内会単位でそういうねぷたと言われる出汁を出すと、で、まあ、団体を組むっていうのが結構特徴的なところであって、ですので、31日にはその町内会を、回るねぷたをね、自分たちのねぷたを、引っ張って、練り歩くっていうのがですね、31日ぐらいありますので、もしね8月上旬行けないぞという方は7月31日に弘前においでいただければですね、ねぷた見ることできますのでですねぜひぜひお待ち申し上げておりますね。はい。ということで、この番組ではですね、メッセージもお受けしております。メールアドレスは 797@fmkino1.com。すべて小文字数字です。797@fmkino1.com です。はい。お気軽にメッセージをお寄せいただければと思います。それでは今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。さて、今日はですね、青森県の代表的な、名産品といえばですね、リンゴ。リンゴの話をですね、今日していきたいと思ってます。私、去年のですね、9月、2023年の9月から、リンゴ農家さんでですね、ちょっとお手伝いさせていただいておりましてですね、今も、お世話になっておりまして、週の3回ぐらいはですね、リンゴの農家の畑、リンゴ園に行って出向いてですね、まあ、農作業をやらせていただいているんですよ。でまあ、せっかくこういったラジオをね、やらせていただいているので、青森県のね、そういったリンゴの農業のこともちょっとお話ししていきたいな、なんて、そんなことを思っているんですけど、と言いますのも、私自身が、青森県の生まれも育ちも青森県なんですが、なかなかこう、リンゴの農業と関わる機会っていうのがずっとなかったんですよ。これまで、ずっと、まあ、リンゴの畑はね、眺めることはあっても作業をしたことがなくて、で、私は U ターン組という形で、まあ、高校卒業、18歳で高校卒業してから大学に進学とともに青森県の土地を出て行ってですね、離れて、でそこから就職をして、まあ、全国転勤の会社でしたので、全国各地をですね、まあ、転々としながらお仕事をしてきているんですけど、やっぱその会社員時代っていうのが転勤族だったこともあって、なかなか実家である青森県に戻ってくることも、叶わなかった、
で、まあ、たまにはね戻ってこれてましたけど、そのリンゴのねそういった農家のこととかリンゴ農業のことに、まあ、触れる間もなくですね、まあ、普通に家で過ごして、また仕事に戻っていくと、まあ、ちょっと帰省して戻っていくっていう生活だったので、なかなか触れることもなく、でトータル23年の間ですね、18歳から出て行って、41歳で戻ってくるまで、まあ、青森県っていうところからは、まあ、少し距離のあるところにいましたと、いう感じなんですよね。で、やっぱり戻って U ターンをしてですね、戻ってきて感じてみることとしては、まあ、私もいろんな全国いろんなところ住んできたんですけど、やっぱりこう地元にいるとですね、当たり前すぎる光景になってしまっているなあというふうにすごく思ってですね、リンゴがあって当たり前で、まあ、リンゴの畑があって、リンゴの木があって、うっそうと、こう、ずっとどこまでも、リンゴの畑が続いていくっていう、そういう景色なんですよ、私のふるさとっていうのは。で、そういうところの景色っていうのは、あまりにも当たり前すぎて、あまりこう価値をね、見出すなんてことにはなってなかったんですけど、まあ、全国いろいろ住まわせてもらって、で改めて青森県に帰ってきて地元を眺めてみていた時に、あ、なんかリンゴのこういった風景があるっていうのは、まあ、すごくいいなと、いうふうに思ったんですよね。すごく素敵な光景が広がってるんだなと、でも一方では、まあ、リンゴのこの農業っていうのはですね、まあ、いろんな問題も抱えていて、よく言われる問題っていうのはやっぱり担い手不足、後継者不足っていうですね、今生産者さんっていうのが本当に高齢の皆さんがですねリンゴ農業に、まあ、精を出されてると、まあ、60歳以上の方がもう大半ですよね。で、じゃあ担い手である次の、後継者の方がその畑にそれぞれいらっしゃるかっていうと、もうほとんどの畑で、そういう後継者がいないっていう風な現状、まあ、今やってくださっている皆さんの代で、次はどうしようっていう風にこう困られている方っていうのは非常に多いと、いうことも戻ってきていろいろ見聞きをしたんですよ。で、まあ、私なんかにですね、まあ、できることっていうのは本当わずかなんですけど、まあ、まずはちょっと興味を持つことなのかなというふうに思ってですね、まあ、リンゴの農業っていうことに、やっぱ地元の基幹産業なんですよね。一番の、まあ、大きい産業がリンゴになってますから、やっぱそういうものをちょっと全く地元民として知らないで、い続けるっていうのもちょっと違和感が自分の中にあって知りたいなっていう気持ちが湧いてきたので、で去年の9月からじゃあまずやってみましょうと、私は継ぐとかね、後継者になるっていう風なそこまでの覚悟をね正直持てていないので、まずは体感するというところに今いるんですけども、まあやっぱりですね、実際9月からやって今年もまあ4月から、まあ、農作業としてはスタートしているんですが、やっぱりすごく大変ですよね。まあ、農業自体に僕はこう携わった経験っていうのが今回初めてなんですよ。今までことはほっと土いじりすることも全くしないまま来ておりますので、本当に農作業をするっていうこと自体が初めてだったんですけど、すごくやっぱ重労働なところもありますし、今だとですねやっぱりそうは言っても暑い、でずっと畑ですからね、クーラー着てるとかじゃないですから、ずっと一日中ですね朝8時から夕方まで、まあ日差しをね浴び続けるというような生活になりますし、そういった意味だと暑いだけでも体力が奪われていくと、でその中で動いていくとなるともう汗もだらだら出てきますし、何度吹いてもね吹き出してくるというようなそういう重労働な部分はもう当然あるんですね。当然あるんですけど、でも何ですかね、この働いてて思うことっていうのはやっぱりちょっと考えてみるとですよ、農業っていうのはもしかしたら一番人間がやってきてる仕事の中でこう伝統的なお仕事というか、一番こう長い
長く続いている、まあ、産業なのかななんてそんな風にも思ったんですよ、うん、まあ、狩猟民族だったね、縄文時代から、まあ、稲をね作ってっていう弥生時代とかだからそんな風に学校で習いましたけどそういう時代からね、農業っていうのがこう脈々とこう繋がってきているわけじゃないですか、うん、やり方とかね姿形は少し変えられてはいるかもしれないけどでも産業としてはずっと脈々と続いてるものじゃないですか、うん、だからこう自然で僕らはねやっぱ食べていくためにやっぱ自然からやっぱ食べ物をいただいているわけですし、うん、でこう野菜を作るとか果物を作るとかリンゴを作るっていうことも、もう自然の力、まあ、お日様があってお水があって、気温があって雨が降ってとかですねだからそういう自然の力にやっぱこう頼らないと全く何もできないわけですよね、 ね太陽なしでね作物作れっていうとなかなか難しいところがあるわけじゃないですか、 だからやっぱこう食べ物をこう食べるっていうことはやっぱ自然からの、ね、恵みをいただいているということだなんだなってのはちょっと思ってましてそういった意味で言うとですね、やっぱ農業に携わってこう自然の中で働くっていうのはなんか一番こうリズムがね自分の中でもこう整う感じがするというかですね、まあ、大変な作業ではあるんですが、こう一番なんですかね、こうパソコンに向かってやる仕事とはまた全然違う仕事なわけじゃないですか、うん、だからなんかすごくこううん、なんか自然体でいられるというかですね、うん、なんか本来の人間のリズムっていうものに合わせていくいけてる感じがなんかしてるんですよね、うん、なんかそういうのは、まあ、大変だけどもなんかいいなと、うん、いうふうに思うんですよね。で、やっぱりこう僕が今お世話になってるリンゴ農家さんは結構山の中にある農家さんなのでふとねこうちょっとこう手を休めて景色をこう眺めるとすごい今だとねこう緑の、青々とした緑がたくさん森がこう連なっている、で山もあり、そこにこう日が照っていて白い雲が浮かんでいてっていうなんかすごくこう素朴なね、うん、田園風景というか、うん、田舎の風景というかね、いわゆる地方の風景というのがこう広がっているっていうのは、まあ東京でね、僕も長いこと働かせていただいたんですが、ビルの中でね、こう働いているっていうのと、全くやっぱ違う世界観というか、なんか価値観をね、こう変えさせられた体験でもあるなっていうふうに思います。うん。なんかどっちが良くてどっちが悪いっていうことを言いたいわけじゃなくて、人それぞれなので、まあそれがね良し悪しを言いたいわけじゃないんですけど、うん、なんか今の自分にはすごくそういう農業っていうのは合ってるなっていうふうに思いました。うん、で、まあ、その今ねそんなリンゴ農家でですね、今やってる作業っていうのはもう実がねだいぶリンゴの実大きくなってきてるんですよ。うん、直径で言うと、まあ、5センチ以上にはなってる感じですかね。うん。普段お店に並ぶ、リンゴよりも二回りぐらいちっちゃいぐらいのイメージ、うん、ぐらいまで育ってきていて、だいたい収穫期はですね、まあ、メインは10月、11月になるんですけど、品種によっては早いものは、もう8月の頭から、収穫が始まると。いうことになってますので、そうするともうねこのオンエアが7月の21も下旬の方ですからあと 2,3 週間するとですね、もう実はリンゴの収穫っていうのもスタートするんですよね、うん、だからそういうふうに見るともうあっという間なんですよね、うん、もう11月になるとね雪降り始めますからそうするともう7月末だから3ヶ月するとね1回目雪降るっていうねなんかそういうなんか気持ちが追いついていかないんですけど今暑いなって言ってるけど雪の話をもしてるっていうのもちょっと追いついていかないんですけどね、うん、まあ今のリンゴ農家の現在地で言うと、そんな感じ、まあ5センチよりもちょっと大きくなって普通のリンゴの二回りぐらいちっちゃいですけどまあだいぶ大きくなってきましたよっていうところにいます。で作業的にはリンゴの木ってねなんか
ものすごい実がつくんですよ。すごい実がなるんですよね。なかなか皆さん見る機会ないと思うんですけど、まあ、一つのリンゴの木にね、なんかちょっと調べてみたら3000個ぐらい実がなるらしくて、でその木に3000個も実をならしてしまうと木に負担がかかっちゃうんですよね。全部大きくしちゃうと、ね、当然木も疲れちゃいますから、その実をですね、あえて削ぎ落とすっていう作業をしてるんですね。それをこう実すぐりっていうんですけど、まあ、実のね、実にすぐるっていうのをこう寄り分けるっていう意味のね、すぐりって、実すぐりっていうのをやってるんですけど、まあ、その作業をですね、私たちは7月の段階でやってます。大体7月ぐらいまでかかる作業みたいで、早いとこは7月頭ぐらいで終わってるんですけど、僕らのところはまだやっています。その実すぐりをした後はですね、畑の、まあ、農家さんによるんですけど、一個一個の、まあ、リンゴに袋をかける、袋掛けって言って、傷がついたり虫がついて食べちゃわないようにするとかね、綺麗な状態を保つためにリンゴ一個一個にこう袋をかけるっていう作業をやってるところもありますし、まあ、今はねその袋掛け、昔はどこの農家さんもやってらっしゃったんですけど、今やっぱ袋掛けするのもねすんごい大変ですし、まあ、お金もかかるし、あと人手もかかる、で、まあ、コスト面も考えると、まあ袋をかけずにねそのまんま育てるっていう方がどうやら主流らしいんですけど、袋をかけずにそのまま、成長させるっていう方法が主流になっているということですね。なので、今こうミスグリをやっているというような感じですね。で本当にこのミスグリ作業ってね、やっぱり一回リンゴを落としてね、削ぎ落として実をすぐってしまうと、それを復活させることって当然できないわけですよね。やっぱりこれ戻すとかってできないじゃないですか。なのでプレッシャーかかるんですよ。このリンゴを1個落としちゃうことによって、もしねこれが綺麗になリンゴで市場に出ていくとなると、一体いくらなんだろうとかって考えちゃうと、本当にリンゴの畑のね地面いっぱいもう敷き詰められてるぐらい今ちっちゃいリンゴの実が落ちてるんですよね。めちゃくちゃ落ちてるんですよ。ですのでそのちっちゃい実をですねなんか見てるとなんかこう、愛おしいというか可愛らしいというかですね、儚さもあり、なんか複雑な気持ちでもあってですね、やっぱり重要だなと、責任重大だなと、いうふうに思います。ミスグリ作業っていうのはね、でどの実をこうすぐるかっていうのもいろんな考え方があってですね、私が教えてもらったのは、まあ、一つの枝のですね、まあ、花の房、花が咲いた時の房にだいたい5つくらいの花が咲くんですよね、一つの房に。でその房が全部受粉をして、まあ、実がなるとすれば、まあ、5つの花に5つの実がなるっていうことになるので、まあ、一つの枝に5つの実がなるっていうふうな、まあ、単純に言うとそんな感じなんですよ。そうするとその5つが全部育っちゃうと木に負担もかかるし、あんまり大きくならない、それ分散されてしまうので、どの実を、ね、残すのか、この5つの実をどれを残すのかっていうと、一番真ん中にあるものを残しましょうと、中心果っていうそうなんですけど、中心の果実の果ですね、中心果を残しましょうと。で中心果がやっぱり一番大きくなりやすいし、味も、やっぱり生きや美味しくなりやすいっていう傾向があるそうで、真ん中を残してくれそうで、例えば5つ実がなってるうちの真ん中が少し小ぶりで、周りの方が少し大きめだったとしても、でも中心果を残す、で周りの実の方を落とすというふうに教わりました。その方が、まあ、いいリンゴになるんだよというふうに教わったので、なんかこうそういうのってねすごく奥が深いというか、どうでもよくねこう落としちゃいけない、実をすぐっちゃいけないっていうのもね、なんか奥が深いなっていうふうに思いまして、まあ、この実すぐり作業がですね、まあ、大体7月いっぱいぐらいまでは私のところはやりそうで、その後は8月になると、今度大きくなってきたものを色をちゃんとつけていくっていうね、作業にこと入ってくるので、まあ、その作業になったらですね、また、こういったお話、リンゴ農家の近況の話をですねちょっとしていきたいなっていうふうに思います。
はい、ということでエンディングのお時間でございます。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。実はですね、先日土曜日のですね、伊藤直哉さんパーソナリティやってらっしゃるギブギブギブという、番組ございまして、そのギブギブギブにですね、ゲストでお招きくださって、伊藤直哉さんからお招きオファーいただきまして、ゲスト出演してまいりました。オンエアね、伊藤直哉さんの方の YouTube チャンネルで過去のアーカイブ配信されてらっしゃいますので、YouTube の検索窓でですね、英語でギブギブギブと、入れていただければですね、出てくるチャンネル、伊藤直哉さんのですね、ラジオ番組、過去のアーカイブ含めて出ております。でそこでもですね、リンゴ農家の話を今回させていただきまして、リンゴのジュースですね、お話をちょっとさせていただいてますので、よろしければですね、オンエア後に聞いていただければ嬉しいなというふうに思っております。まあ、伊藤直哉さんね、私の会社員時代の、まあ、同僚といいますか、もう大先輩、上司にあたるような方なんですけども、そんなご縁でですね、まあ、お互い会社を卒業した後もですね、こうやってつながらせていただきながら、いろんな情報提供もいただきながらですね、仲良くしていただいているご縁も非常にありがたいなぁなんて、思いながらですね、出演させていただきました。ぜひそちらもお聞きいただければというふうに思います。はい、そしてはですね、また来週、7月最後のですね、日にお会いできればなというふうに思いますので、お聞きくだされば嬉しいです。お相手は松山秀和でした。